したの？嫌なことでもあったの？話聞くよ、 What's the problem？ 無理して頑張らなくてもダラダラしてもいいんじゃない？ゆっくりしてもいいんじゃない？ Tick tock 時の流れに身を委ね流されるのも悪くない。プカプカ涙の海の上漂ってたら、もしかしたら宝島見つかるかもだしさ、なくしてたもの見つかるかもだしさ、だから溜め込まないで全部出しちゃって、okay、 思い切り泣いて泣いて全部出し切って、泣き疲れちゃってベッドにダイブして、気づけば朝ほら太陽が微笑んでくれてる、だからほら泣いて泣いて泣いてもいいんだよ。うまくいかないことばっかで投げ出したくもなるよね、逃げたい時もあるよね、責めることだけが全てじゃないから、立ち止まる時があったってちっとも悪くないんだって、少しは自分に素直になってあげて、気づいてないだけで頑張ってるからさ、何事も自立も些細なこともいつかはパンパン溢れ出ちゃうじゃん。頑張る人ほど忘れがち、人間は誰も超人じゃない、だからフリーズ壊れちゃう前に泣いて泣いて泣いてデトックスじゃん。思い切り泣いて泣いて全部出し切って、泣き疲れちゃってベッドにダイブして、気づけば朝ほら太陽が微笑んでくれてる、だからほら泣いて泣いて泣いてもいいんだよ。思い切り泣いて泣いて全部出し切って、泣き疲れちゃってベッドにダイブして、気づけば朝ほら太陽が微笑んでくれてる、だからほら泣いて泣いて泣いてもいいんだよ。